つ星4047の午前便に乗車し、長崎駅でしばし休憩後、午後便の長崎から武雄温泉行きの2つ星4047に乗車いたします。14時53分、2つ星4047午後便が長崎駅を出発しました。午前便はあいにく天候が悪かったですが、午後便はお天気に恵まれ、ほんと良かったです。車内放送も2つ星用ではなく、一般の普通等で使われているものと同じなんですね。昼ご飯にはやっぱり駅弁でしょうということで、角煮飯を購入しました。とても美味しいお弁当でした。長崎本線の急線を走り、少しすると海が見えてきました。今回の座席は大村湾側のカウンター席です。大村湾側を取らないとこの路線は見応えがありません。座席番号は1号車は 7AD、9AD、3号車は 10AD、12AD を緑の窓口で購入するといいと思います。ここまでの秋晴れになるとは思っていませんでした。この大村湾の景色を列車から見れるなんて幸せです。岸辺にいた海鳥が列車に驚いて沖に逃げていきました。列車は大村湾に沿ってゆっくりと走り、いい景色を楽しませてくれました。諫早駅に到着です。15分の長い停車です。ここから先は大村線に入ります。諫早駅で2つ星4047の旗をいただきましたので、窓際に飾りました。大村線の松原駅を越えたあたりから海岸線が続きます。この列車の一番の見どころでもあります。列車は千綿駅に到着です。千綿駅は九州で最も有名な海の見える駅です。ホームからは海を望むことができ、駅舎も昭和の面影を残す木造駅舎で雰囲気がとてもあります。千綿駅を出発しました。千綿駅で JA 長崎の方にそのぎ茶のボトル缶と茶葉をいただきました。とても美味しいお茶でした。現在16時47分です。まだ日が高いので夕日は無理なようですね。冬に来たら夕日が見れそうです。それにしても綺麗です。天気が良くて良かったです。隣の席に乗車されていた方と親しくなり、千綿駅で買っていただいていたクジラ焼きをどうぞと手渡してくれました。
たい焼きの皮よりもちもちと弾力がある皮でとても美味しかったです。ありがとうございました。列車の旅はこういう出会いもあるのでいいですね。足元の窓から撮影してみました。案外いい感じで気に入りました。列車はハウステンボス駅に到着です。初めてハウステンボスの城を見ました。ハウステンボス駅は先ほどからの駅とは雰囲気が違いますね。ハウステンボス駅を出発しました。一度は遊びに来たいです。それまでさようなら。田園地帯を走ります。夕日が稲穂に当たり綺麗です。組子と稲穂案外合いますね。和という感じがします。列車は焼き物で有名な有田駅を出発しました。有田は有名な有田焼があります。佐賀県有田町を中心に焼かれている時期です。2号車のラウンジ40に来ました。天井の装飾がとても豪華で綺麗ですね。終着駅の武雄温泉駅まであと少しです。西九州新幹線の高架橋が見えてきました。ここでカモメ号が来てくれたらいいのにと思っていたら来てくれました。なんと並走しているではないですか。下回りは見えないのですが、西九州新幹線カモメ号がいますよ。嬉しい出来事です。最後にいいところが撮れました。この後降りてからの動画が撮れなかったので、武雄温泉駅に入ったら動画は終わってしまいます。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。武雄温泉駅に同時入線です。今回午前便午後便と連続乗車しましたが、2つの路線を走ってくれるのは嬉しい演出ですね。クルーの方にもお世話になりました。ありがとうございました。最後まで動画を視聴していただきありがとうございました。